ロンドンの、まあ、郊外でまたいろいろ見て回ろうと思って、見て回ろうっていうか、まあ田舎なんで散歩なんですけど、前にね、ここら辺の、はい、動画で、ね、なんだ自然を見に行くみたいなやったと思うんですけど、それとはまた別な場所で、そう今回は、名前を忘れた、グランド、なんとかっていうの電車の最終駅のとこまで来てみようと思って来てみたんですけど、で今日の天候としては天気予報上だと曇りじゃない晴れ時々雨っていう、はい、天気でしたね。まあ、せっかくなら夕日の時間帯を狙っていこうと思って、今ちょうどさっきまで雨降ってたんですけど、なんとかこう晴れてる状態のところにいましたと。で前回同様雨が降ってたんで地面が最悪なことになってドロッドロで、今回はまあ多分そうなるだろうなと思って、靴はもう雪とかこういうこうなっても大丈夫なようにいらない靴っていうな、ダメになっていい靴で来たんで、そこはいいんですけど、また帰ったら洗い物が増えるなと思いながら来てみました。でここは湖っていうかちょっと大きめのね、大きいか分かんないけど湖があって、そこが綺麗かなと思って見に来たんですけど、水たまりほらこういうところをさ多いね、またドロドロになった。で夕日の時間がねもうあと30分ぐらいなんですけど、雲がかぶさってて太陽が見えなくてもったいないな。で、まあ、前回も寒かったんですけど、前回よりもはるかに寒くなってます今もう。俺どこ歩いてる、あ、道じゃないよ、ここ道じゃなかった、どうしよう。誰もいないですね。あ、いたわ。また泥だ。ほら。どうやって渡ればいいんだよ。空気はいい感じじゃないですか。ちょっと雲どいてほしいな。夕日撮りたいんだけど。ってな感じでね、もう結構暗くなったんですけど、あれから1時間も経ってないな、30分ぐらいかな、湖も結局行かなかったんですよ。なんでかって別にあんまり理由はないんですけど、行こうと思ったんだけどちょっとドロドロにもうちょっともう心が折れてというか、あのね天気もなんかだんだん曇ってきて、雲も雨雲もすごくてね、はい。でちょっといきなりごめんなさい、撮ってる最中にね、雨降ってきて、しかも土砂降り、これ今映ってんのかな、ちょっと暗所性能ね、こいつのこの今携帯撮ってるんだけど、こいつの暗所性能を試す時が来たね。こんなところで発動するとは、そうと思って今外カメで撮ってるから今映ってるかどうか分かんないんだけど、土砂降りよ、土砂降り。もう何なんだよ、なんかもういいんだか悪いんだかわからない散歩になりましたね今日は。もう折りたたみ傘持ってきてよかったわ。天気予報じゃね、まだ全然晴れなんですよ今。そう今時刻は4時ぐらいかな多分。で4時ってもう日沈んだんですよ、なんで真っ暗なんですけど、っていうかもう雨、うわひどいし、
はい、これから頑張って駅まで歩いていきたいと思います。はい、I know what it is you do. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old.